はい、どうもこんにちは、立花俊介です。中川敦です。よろしくお願いします。はい、今日もこの動画でね、恋愛復縁のプロ講師としてお話をしていきます。復縁の論法ですね、お話をさせていただきたいと思います。で、今日はですね、中川塾長の方から、まあ、いろんなお話をねしてもらおうかなって思ってます。はい、はいはい。まあ、今日の お話のお題として、うんうん、まあ、告白するタイミングっていうのタイミング、うん、OK、はい、うん、あのお話ししたいなと、うん、で、まあ、告白しなくても復縁はできるんだよっていうのが、まあ、最終的にこの、うん、まあ、回でね伝えられればいいなと思うんですけれども、うん、皆さんがね、私たちの動画に来る前でも動画をご覧になった後でも、多分別れた後って皆さん反省ってすごくされますよね。何がいけなかったんだろうかっていうの、これを正しくつかめてない方、反省と後悔っていう、反省と後悔で、まあ、正しくつかめてない方っていうのが非常に多くて、その自分はすごく自己反省をしたんですと、でもう自己改善もしましたと、でも頑張ってるのになぜかお相手がその自分の頑張りを受け入れてくれないって、ここのぶつかりって多くないですか。あるね。自分はこんなに、例えばなんか体鍛えましたでもいいし、ダイエットしましたでも、あの自分の何怒りっぽい性格を変えたとかね、いろいろ頑張って私はもうあの時より変わったのに全然受け入れられないっていう、この4つの理由っていうのを最初にお話ししようかと、なぜ受け入れてる、なぜ受け入れてくれないのか、認めてくれないのみたいな、はい、あの、まあ、これ本当に大きく分けて4つが理由なんですけど、1つ目に別れた側の心境って悩みに悩み抜いて出した結論だから、後戻りできないって気持ちがある、まあ、思ってるよね、はい、で2つ目に、どんなに反省したとしてもまた同じことを繰り返すでしょ、同じ過ちをまた同じようにするんだろうって思われてるケース、相手が、相手がです、疑ってる、疑ってる、疑ってる、うん、で3つ目に、もう気持ちが冷めた、それ痛いな、痛いです、気持ちが冷めてしまって、今さら恋人のように振る舞うことができないっていうケース。で最後4つ目に、その、まあ、例えばあなたに対して喧嘩したことでね、あなたに失望していて、まあ、警戒心を持ってるっていう4つのケース、これがそのお相手がどんなにね、そのなんていうのかな、こちら側がその自己改善を自分でしたと思っていても受け入れてくれない壁、4つの壁ですよね。どれがまず自分で当てはまったなって思われますか、っていうことですよね、はい、やっぱりその自分を見てもらいたいのはみんなあると思うんですよ。でマズローの4番目の欲求で承認の欲求って、自分を認めてもらいたいって、これ、まあ、皆さん潜在的に持っているわけなんですけどね。でやっぱり自分がダイエットしたり性格改善をしたり磨かれたと思ったら相手に見てもらいたいじゃないですか、でもですよ、相手は1枚壁があるんです、それは警戒心だったり、また同じことを繰り返すじゃないのっていう疑いとか、そういう1枚壁があるんですね、つまりどういうことかっていうと、まあ仮に相手が目が悪いとしてください、であなたは私見て見て僕を見てってやったとするじゃないですか。でも相手目悪いんですよ。でただ見てもぼやけて見えなくて、相手は眼鏡をかけるという一個の人とは違う作業をしなければいけないんですね。でその作業をした時にあなたがはっきり見えて、おーおーってなるわけですよ、でこの一個の一手間の眼鏡をかけるって作業をあなたは忘れていませんかっていうこと、相手がその作業をするためのアプローチを忘れていませんかっていうことで、まず自分を見せる前に警戒心を取ったり疑いの心を取る、ね、そのためにその LINE を、気の利いた LINE をする、テクニック論法でもいいですよ、その LINE をするとか電話をするとか、まあありますよね、 SNS でフレンドリーになるとか、そこをまずしなさいよっていうことでしょ。そうですね、はい。でまあ、一応今日はこの4つを出して、その、まあ、1つ目2つ目、まあ、あと4つ目ですよね、今おっしゃられたように、その警戒心があるとか、1枚の壁があるっていう、これは結構似たケースなんですね、で3つ3番目のその相手の気持ちが冷めたって、ここに関してはそのアプローチの仕方がまた異なりますよね、
ここをちょっと今日はピックアップして、まあ4つ話すとだいぶ長くなるので、あの DVD みたいになっちゃうので、はい、まあなので今日はその3つ目だけピックアップしてあのお話ししたいなと。おお、さらに、はいはい。でまあ今日最初のタイトルに言ったその告白するタイミング、告白しないで復縁をする方法っていうことで、まあ今日はお話ししていくんですけど、なんでそのお相手に自分が、まあ、自分磨きめちゃめちゃ頑張りました、ね、もう ここまでも自分は変わりましたとなって、お相手に気持ちを伝えるのをやめた方がいいよって我々が言うのか、あ、気持ちをね、要は告白をしない方が復縁しやすいよっていう、そういうことです。で、冷めた場合ってみんな冷めるって分かりますよね、冷める。じゃあ逆の立場で置き換えて、自分が相手に冷めてしまったっていう頃時、まあ今までの恋愛で冷めた時あったらそれを思い出してほしいんですよ、冷めるってどういう感情、非常になんか凍りついた心っていうか、恋愛のアウトのね、マイナスの最終地点だと思うんですよ、だけどそんな方でも復縁ができるということで、告白をしないことですよと、そういうことです、はい、その理由はと、まあこれがあのちょっとこの間実は、あの立花先生に見習ってジムの予約をしてこようと思ったんですね、スポーツクラブの気持ち悪いですねそうスポーツクラブの、まあちょっとこう、そう、あの体もね健康にしなきゃなと、まあ毎朝ランニングしなきゃなと思っておじいちゃんおじいちゃんみたいにこう行ったわけなんですよね、でその時に、まあそこでもうパッて、契約をまあ結んだわけですよ、まあ、月々何7000円とか8000円とか、なんかそんな感じでジムの契約をして、あの帰った後にね、まあ、何件か電話してたから、もう一社からもうちのジムにも入りませんかと、うちのジムはこんなね器具があって、こんな料金で、なんていうのかな、こんな立地でみたいなすごい売り込みをされたわけですね、でももうすでに僕は入っちゃったから、もう契約しちゃったからもうめんどくさいわけですよ。いや、まあそうだね、まあ、確かになんかいいのかもしれないし、ちょっとね300円ぐらい安いなとかって思うんですけど、まあもう決断しちゃったから、めんどくさいよね、後からそのそう乗り換えるっていうのが、キャンセルしてまたそこに行って契約するのが、2度手間3度手間で、まずはめんどくさって、もうそのなんていうのかな、その何がっていう理由は特になくて、もう絶対こっちのいいかもしれないけど、めんどくさいなっていう気持ち、めんどくさいなって、まあ人間ですよね、それはね、はい、なんか今はいらないっていうふうに思ってる状態の時に、どれだけいいことを言われても、どれだけいいアプローチを食らっても気持ちがこう動かなかったなって、あー、オッケー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 、いうこと、あー、あのなんか僕一回なんかそのご飯の例え言ったと思うんですけど、食べ放題行ったことあります、僕行ったことあるんですけど、大体行ったことあると思いますよね結構、あので食べ放題って思いっきり食べて飲んでうわーってなって、この間まで食べたかった最後もう動けないくらいですよ、で経験したことあります、うわーってなった時にね、昨日までネットで見てて食べたかった松坂牛の 500g とか 400g とか 300g でもいいですよ、お肉が絶対これ立花さん食べてくださいって来ても、一切れはちょっとおあいそで食べますよ、だけどその一切れさえもお腹パンパンだから無理して食べてるから決して関心もないし美味しくないんですよ、だけど昨日まで食べたかったんですよ、でもそこに満腹の時にバンって出されても、本当は心の中では食えない食えない無理無理無理ってなってるじゃない、でもステーキに興味ないってなるじゃないですか、そういうことですよ、そういうことです、要はまあ今これはちょっと勧誘の話だったり、ご飯のねお腹の状況で話をしましたけど、これは人の心理のイメージをちょっとしてほしくて、まあ話をしたわけで、まあその自分がいらないなって思ってる時に猛プッシュされても、それって不快な感情になったりとか、まあそのしつこいなとかね、あの気持ちを考えてくれないなとかね、っていうふうにマイナスの感情にとらわれてしまうっていうこと、まあこれが告白をするタイミングを考えなきゃいけない理由、満腹の時に、要はもう契約を終わった後に告白をすぐにされても、もう例えば契約をしたからねとか、もう満腹だからステーキ食べれないよって言って、相手は要は聞く耳を持たないっていうことになっちゃうっていうこと、そうですそうです、じゃあどうしたらいいかって言ったら、これタイミングの問題ですよね、完全に、タイミング、例えばじゃあお腹が満腹の、まあ、立花先生だった時は、
じゃあその時は、うん、まあなんていうのかな、あの1日待って松阪牛を持ってきてくれたら、うん、ありがとうって言って多分喜んで、喜んで食べてくれるんですね。その場面がダメだったわけで、うん、その場面だけがね、そのタイミングだけがダメだった。切り取って変えればうまくいってたっていう、うんうん、そうだね。例えばそのね、ジムのあれもちょっとタイミングをずらして早めて、うん、早めてその、うん、ジムにあなたが行くちょっと前にアピールしてくれれば、うん、おーじゃあこっちの方がいいじゃん と, いいゃんとこっちの方がいいから近いし、ね、うん、ってなるわけですよね。なるわけだよね。だからそこのタイミングが遅くずらすのも、じゃあ早めにするのも、うん、どっちでも必ず見極めたその、うん、なんていうのかな、スポットを作ること、うん、でそれって告白する前にまずタイミング知るのってやっぱコンタクト、コミュニケーション取らないとやっぱ見れないですよね、うん、そのタイミングがいつが一番いいのかっていうのを。だから何より大事なのはそこまでその気持ちを伝えるまでの関係を作るっていうのが一番大事なんだなと。そうだよね、うん、やっぱその僕が出したお腹いっぱいの例えってあるじゃないですか。じゃあ皆さんお腹いっぱいの時って次の日だったらいいってなるじゃないですか。だけどそれには時間というものが並行してついてきますよね。お腹いっぱい、お腹が空くまでには時間を6時間置けば、医学的にはね、お腹が空いてくるなんて言うから6時間置けばいいと、そういうこと、つまり間を置けばいいって考えがちなんですが、皆さんの欲求ってやっぱり早く復縁したいじゃないですか。これが普通の論法的には6時間かかりますよと、ね、復縁までに仮でいいですよ。だったら早く復縁したいっていう言葉を当てはめれば、これが6時間かかるよりも3時間の方がいいじゃないですか。復縁までの時間が3時間、ね、6時間よりも。だったら例えばテクニックや論法って非常に大事で、お腹いっぱいをただ放置しておけばお腹が空くまで6時間だけど、そこに消化のを助けるね、ソルマックとか、それとはあの胃のツボとか、胃の活動ツボ、胃がどんどん動く活動ツボとか押してやれば6時間もかからず消化がスムーズにいってお腹すくわけですよね。そういう手段もあるわけです。それが論法だったりテクニックだったりするから、うん、胃薬が、ね、ソルマックがテクニックだと思ってください。これ言っていいのかな、商品名分かんないですけどなんかソルマックがテクニックだと思ってほしいんですよ、うん、論法だったり、まあそうですね、だから6時間、ま、待つ人と圧倒的に最速の人ってソルマックを飲むわけですよね、うん、このソルマックがテクニックでピッピッて使っていけば早く相手もお腹空いたどれどれってなるわけですから、うん、まあそういうテクニックとかも怠らない、うん、間を空けるのもいいけどねっていう、うん、ですね。まあ要はその今日言いたかったのは好きさ好きだっていう気持ちばかりね、うん、要はその先走って伝えてしまって、うんうん、全然なんでこう受け入れてくれないんだろうって悩んでる、行き詰まってる人が、うん、その好きだっていう言い方ではなく、今話されたようにテクニックを使ってお相手とのコミュニケーション、うん、コンタクトからまず始めるっていうことだったり、うんうん、自分を分かってもらうとか、そのタイミングを測るためにもコンタクトを取ってる、こういうことが大事ですよね。そうだよね、うん、なんかテクニック論法を使ってまず人としていい感じの人って思われるところからやっていく、うん、いきなりその好きって思わせるってなると僕らでも結構ハードル高いですよ、うん、だからいい感じに思わせてその段階ってあるじゃないですか、うん、大好きって思うまでにいい感じとか、うん、あれちょっと好きかもとかね、うん、それをちゃんとプロセスを経ていくっていうこと。そうですね、うん、そしたらそれが最終的なゴールで、うん、まあ、向こうこっちから告白しなくたって相手からも OK ってなってるから付き合うわけですもんね。だから告白っていうのは最終的な形なんで、うんうん、まあ、形にこだわらず気持ちにね、うん、あのこだわってやっていくことが大事じゃないかなと、うん、形にこだわる、形に、あの要は告白というね、形にこだわらず相手の気持ちがね、気持ちどういうふうにこう自分に振り向いてくれるか、ここにこだわることが一番大事じゃないかなと、うん、そうだよね、はい、そうだよね、あ、そっか、うん、自然に流れの中でいい感じの人ってまずは思わせようよと、うん、はい、好きとかそういうことではなくて、まずなんかいいな、なんか居心地いいじゃん、はいはいはい、なんとなく人としてでいいんですよ、はいはい、最初人として異性ではなくて、そういうふうに思わせるのって結構ね、この辺まではそんな時間かからないので、はい、いい感触とかいい感じの人じゃんっていうのは、うん、なんか皆さんが時間かかってるのってダイレクトに好きにさせようみたいな、うん、プロセスの真ん中を忘れてね、はい、行こうとするから、なんか時間がかかってて歯がゆくなって進んでいないとか思うけど、うん、まあ、いい感じに思ってもらおうぐらいだったら、うん、多分誰でもできるとか、もうすぐできます、うんうん、
まあ、だからまあ間違ったタブーだけは避けてほしいなと思います、うん、復縁のタブーって言われること、うん、復縁の正しい成功法というのを使っていけば必ずね、この今日動画をご覧いただいたあなたも復縁が成功しますからね、うん、諦めずにやっていきましょう、うん、はい、はい、まあ、今日も最後までねお付き合いいただきありがとうございます。はい、では立花俊介と中川敦史でした。はい。